東美市は長野県の東部にある市である。市名は合併した東部町の東と北見牧村の5の各1文字を取ったもの。10月3日は東美の日。2006年10月3日に東美市民憲章が制定された。東美市はエボシ、縦品をはじめとした雄大な山並み、選挙区の清流が織りなす豊かな風土と長い歴史に育まれた美しい町です。 自然の恵みを受けた郷土は先人たちの英知とたゆまぬ努力によって築かれました。私たちはこの町に生きることに喜びと誇りを持ち、未来に輝く町を作るため、ここに市民検証を定めます。標高約500から1000メートルにかけて市街地が広がる。欠片の気候区分では西岸海洋性気候に属する。地域差も大きいが全般に。 冬の冷え込みは非常に厳しく、最も寒い時期でマイナス10セ十五15度前後にまで冷え込むこともある。一方、夏は朝晩を中心に冷涼で過ごしやすいが、標高が下がるほど日中は暑くなる。降雪量は少ない。以下は、東見アメダスの観測地である。より標高の低い市役所付近は、上田アメダスや、佐久アメダスの観測地に近い。東見市は、 田中地区、茂野地区、根津地区、和地区、北見牧地区の5地区が存在する。内訳は、田中地区9082人、茂野地区5183人、根津地区4974人、和地区6133人、北見牧地区4740人。北見牧総合支所組織は、市長、副市長、教育長、総務部、企画振興部、市民生活部、 健康福祉部、福祉事務所、産業経済部、都市整備部、会計管理者、市民病院、教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、公平委員会、農業委員会、土地開発公社、選挙管理委員会の17の部類からなる。子育て支援センターがあり、1階に子育て支援係、2階に保育係がある。本社機能を置く。 主な企業主力工場を置く、主な企業医療施設公園、田中駅また、北陸新幹線が、作平駅、上田駅間で当市を通過しているが、ほとんどが、トンネル区間である。東部湯の丸サービスエリア界の宿湯の丸スキー場から、見た、湯の丸高原、正面は、湯の丸山湯楽佐とか内電ため上門全国、難読市ランキングで、東美市が首位となった。ありがとうございます。